ボスファミ。おはようございますからのこんばんは。始まりました。始まりました。鈴鹿央士です。安藤ニコです。ちょっと僕ずっと一つなんか気になってたことがあって、同い年です。ですよね。きっと。ポスターの中で同い年が誰って聞かれた時に、リッカちゃんとニコちゃんとケンちゃん。僕くんは1個下です。です。ポスター21の台のです。今日の企画は何ですか？はい。今話にもあった通り、2人は同い年なんだけど、ちょっとリッカちゃんからの垂れ込みで、まあちょっと2人がまだそんなに仲良くないんじゃないか説がありまして、ちょっとリッカちゃんからあの企画の方をご提案いただくので、ちょっと動画を出ていただきます。はい。ニコニコしてる。そうですね、あの2人がやる企画を考えるということで、私から一つとしてニコニコとか遊びに行くとき急に始まるやつがあって、お店屋さん雑貨屋さんとか行ったらこの商品とかを紹介するみたいな、これいいよねみたいなのとかを全てネイティブスピードで英語でしか喋らないっていうのを急にするときがあって、それをぜひ王子くんにやってもらいたいです。知らないし、聞いたところによるとちょっと英語を勉強してるという話を、いやのでぜひニコニコと会話して最終それがいいと思ったかみたいな、ニコニコが判断するみたいな、どうでしょうか。いいと思ったか、伝わったか、誰が好きっていうのを英語で言ってこの人ですかっていうのが伝わればっていう、ニコちゃんは、日本語を使ったらダメ、言った英語しか喋ってるため、だからお互い英語だけで成立するような。じゃあまずは王子くんから、はい、お題は好きなアーティスト英語で、はい、名前を言わず私に伝えるってことでしょ。そうだ、制限時間は、3分3分短い。いや3分答えられなければ、罰ゲーム用意します。僕がこの2人で地獄の地獄。それでは参りましょう。よーい、スタート。English rock band. They formed in Manchester in 1991. They formed in Manchester. In Manchester, British. Yes. Rock, yes. Rock band. Yes. 1991. How many people? Four. One, two, four. Four. Already break up. Brother.シンガー、なんだって言っちゃってる。でも分かったんじゃない？いや、分かりました。ほら、もう僕、私も大好きです。せーので一緒に、はい、せーの、オエーシス。すごい楽しい、嬉しい。もう今僕多分高校生ぶりに頭の中を英語でパワーワーってやってます。いや、僕ビートルズかオアシスで迷って、うんうんうん、で僕ビートルズ結成年とか知らないし、そういうのも知らなかったから。まあじゃあ1問目はクリアということで、やった、はい、じゃあ続いてニコさんか、はい、王子くん、はい、好きな映画、よーいスタート。 So it's set in Oregon. I lived in Oregon when I was little, so it's set in Oregon. It's, I think, 1969 is like the base of the story, I think, around there, like the 60s, 70s. There's four boys, and it's summer, and they go on a trip. There's a mission because there's a dead body. はい。わかりました。せーの。Stand by me. 楽勝。すごい好きですか。はい、もう4回くらい見てますね、うん、結構ここで企画終わるわけにはいかないので、もう一問。おはい、ニコちゃんが教えて分かるかっていうのだけにします。分かったら、惜しくなくちゃ、分からなければニコちゃんの勝ち。健康じゃない。しかもなんか無駄にでかいのですよね、この粒が。でこれも何、行きたい観光地。行きたい場所。I'm not gonna say anything because I don't want you to win. In Earth? Yeah, it's on Earth. Okay. Japan? Mm-hmm. Okay. でかい。Is it place or
building or like... Like is it one specific place or is it a... It's like a larger area. Well, it's really specific, but I don't think you can kind of guess until the, like that specific place. So I'm... No, I'm keeping it larger. Also, don't say medium. What country is it? I can answer that. Because it's a country. Ah, yeah, I don't know the English. What don't you know in English? You don't know the continent? So. It's a really famous continent. North or south? Like from where? Like north, I think. A country. Really famous. Famous in Japan. Lots of Japanese people go there. There's also like a festival in Japan based off of the country. え、待って待って待って、俺考えてたのと全然違う。ブラジルしか出てこない。知らないのかな。でもこれ知らなかったらちょっとやばいって思います。絶対知ってると思う。せーの、ジャーマニー。わあ。では。やだー。罰ゲームでございます。やだやだ。次行ってみよう。はい、では念願のおじくん罰ゲームスタートでございます。まあ、とりあえず靴下を脱いで裸足で歩いてからのモデル魂をちゃんと出してポージングを決めてからの日本語と英語での別れの挨拶で終わったらぐんぐんと勝率が上がるのではないかと思ってるので、本番まで3、2、1、あ、そういうことね。うわーって、くーあ、いける。モデル式忘れずに。おーおー、大久保ここ何なん出る出る。ありがとうね。マジかよ。いや、待って。あーでかいね、なんか。パジング、キャンパーズ。キャンパーいやよし、何だったの、挨拶英語と日本語で、今日は本当に Thank you very much でした。YouTube チャンネル、何なんだろう、この、足つぼ、ベリーグッドです。ベリーグッドなんか英語力が下がってる気がする。早く終わりましょう。ちゃんと、please like and subscribe to this channel. バイバイバイ、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、お願いします。バイバイ。チャンネル登録といいねボタンお願いします。頼むぜ。